こんにちは。2021年10月7日です。この使いました動画は10月の6日の日に、美幌峠、ぐるっとパノラマ美幌峠を下るところです。そこの道の駅で一休みさせていただきまして、これから、下って屈斜路湖の方に行く動画を使わさせていただいています。そしてこの後、和久田半島無料露天混浴露天風呂が出てくるんですが、その画像は次の日7日の日ですね。7日の日の朝、あまりにも綺麗だったものですから、撮らさせていただきました。そしてこれから話す内容はですね、次の日ですね、8日の日の朝になります。いろいろ飛んでしまって申し訳ありません。6日の動画使って、7日の日の動画使って8日の日の話だということです。釧路の方からこうご連絡いただいてまして、このぐらいの日程で行きますからいかがでしょうかという、話を伺っておりました。しかしながらなかなかこうスケジュール的にですね、お互いちょっと合わなくてですね、ずれてしまいました。それで、今回は会えないなということを思っておりました。そうしまして、次の8日の日ですね、8日の日の朝方、露天風呂に入ってましたら、また別の方なんですよ。別の方で、男の方が入ってました。で、私が行きまして失礼しますって、入ったんですよ。そして、どちらからいらっしゃいましたかと、釧路とかとかって言い始まったんですよね。そして、その声聞いて分かったけど一徳さんですかということでした。これ私の声聞いて分かった人、これ3人目ですね。露天風呂に入ってて3人に挨拶して声で分かったという方いらっしゃいました。今回は3人目の方です。で、自分でこう車を改造しているということです。そして私の動画初期の頃からずっとご覧いただいているということです。ハイエースですね。ハイエースのハイルーフですか。それを改造し、私の動画の FF ヒーターの取り付けの動画を見て、FF ヒーターを取り付けましたということです。で、いろいろこう話をしました。病気の話とかいろんな別府、話を。まあ結構露天風呂長く使ってまして、1時間ぐらいいたんじゃないかと思うんですけどね。使ってまして、いろいろ、車の話など、世間話など、いろいろさせていただきました。結構、大抵車見てわかるんですよ。私のキャラバン見てわかるんですけど、今回は露天風呂使ってますと車がちょっと見えないんですよね。下の方下がってますんで。で、声だけでわかったということです。前は、しかれ別郷の温泉の時もわかりましてね、その時の方も声でわかりましたということです。で、最初から見ていただいてて、して、ポイント的なことありますよね。いわゆる神仏的なことを話すとき。それに関しては、3回見ると言ってましたね。3回見ていただいてありがとうございます。で、1回見たとき、2回目見たとき、3回見たとき、3回見れば、なんとなくこうわかるって言うんですよね。そうですよね。私10回言わないとわかんないなと思ってたんですけどね。3回見ていただいてわかると。しかも分かりやすく、お話しされてますねということです。そうですね、分かってる人が難しく言うのは簡単なんですよ。ね、ですが、分かってる人が簡単に言うことが非常に難しいんですよね。私が分かってるかどうか分かりませんけども、難しいことを難しく言うのは簡単なんですが、難しいことを簡単に言う、例え話とか使って簡単に言う、その例え話が大きく間違ってる可能性は十分にあるんですけど、私の場合は気をつけてくださいね、聞いてる方は。難しい話を一応簡単にお話をさせていただこうと思ってます。神仏に関して聞いてる方が全て観音寺さん、全てお坊さんだとは限りません。一般の方がほとんどですよね。一般の方にどうのこうの難しい単語を使って難しいことを言っても、もうお分かりいただけないかなと思います。私も分かっていません。したがって、できるだけ簡単に、話していただいています。その方も、一般の方なんで、3回聞いて、なんとなく分かるということで、ですよね。本当にありがたいことです。それから毎回飽きずに見ていただいているということです。そして、また、安定感があっていいということですね。不安がないということです。ワンパターンでやってますんで、安定感といえば安定感ですよね。毎回同じ、音楽使って同じような、動画で、風景は違うんですよ、全然。言ってることも違うと思うんですよ。だけど、基本的な構成は同じなんですよね。で、最後もエンディングも同じ。
音楽、前ちょっと変えたことあるんですが、変えたら変えない方がいいよって言われてんで、変えないんですよ。なもんですから安定感がありますよね。この音楽で始まって、中はいろいろ北海道の風景だとして、終わりはこのエンディングの音楽で終わると、で大体10分ぐらいですよっていうことなんで、まあ安定してるっちゃ安定してるかもしれませんね。でまあいつも17時30分に、公開されるように設定してるんですが、公開と同時に見てますっていうことですね。本当にありがたい話です。それから風呂から上がりまして、体を拭きまして、車を見せてくださいということで、車を見せていただきました。自作されたということで、本当にいかにも手作りですね。テーブルからベッドからタンス引き出しですか、というか物入れですね、それまで、ご自身コンパネで作られてますね。コンパネ、しかもサンドペーパーできれいに磨いてるんですよ。磨いてコンパネの木目を出してますね。で中に換気扇がついてるんですよ。ここで一徳さんが食べれるようになったら焼肉ここでやろうかなって言ってるんですけど、いつになったら焼肉できるんでしょうかね。別に車の中で焼肉やんなくてもいいような気もするんですけどね。車の中で焼肉できるようなでっかなこのファンがついてるんですよ、ブロワーが。それでスライドドアを開けて、このブロワーで外に煙を出すんだということで、なかなかすごいですね。して、ポータブルバッテリーですかね、それ3個持ってましたね。同じポータブルバッテリーが2個ですか、もうちょっとちっちゃめのポータブルバッテリーが1個ですね。何から何までです。入ってますね。して電気のこと詳しいですね。いろいろ工具を見せてくれたんですが、テスターとか入ってましたね。まあさすが自分でやられるということだけあって、電気的な知識なども、お持ちの方ではないかなというふうに、思います。でまあまさか私の、動画を見ていただいている方、声で分かった方がいらっしゃると思いませんでしたが、まあ東京から来た方もずっと最初から見てらっしゃったということです。今回の方も最初から見てるということですよね。最初から見てもう1200本ぐらいあると思うんですよね。まあ私は自分で作った動画、どういう動画が残ってるのか、はっきり覚えておりません。最新の動画で、動画ができてしまったったらもうすぐ忘れてしまう可能性は十分にあるんですけども、まあ見ていただいてると。そして、まあいろいろ神仏のこととか、3回も見ていただいてるという、本当に、ありがたいことだと思います。車の方も、自分で改造されているということで、なかなかいいくできてますよね。まあ出来合いのキャンピングカー買ってもいいんですけども、自分でやれば好きなようにできるし、この作る過程がまた、楽しいと思いますし、壊れたところは自分で直すこともできますということです。それでお話ができたんで、いつものように焼酎の缶を差し上げるということで持ってきましたら、じゃあお返しにということで LED の照明器具もらいましたね。なんていうんですかね、これ100ワット の照明器具ですね。100ワットって書いてあるんですよ。明るさが100ワットだと思うんですけど、LED ですね。LED が何か前ついてますね。30個くらいついてると思うんですよね。これ撮影の時にいいなと思って、かなり、強力な光を出す LED の照明器具、これ使わないからあげるからって言って、なんでありがたくいただいてまいりましたが、そんなことをしてました。なかなかこの若戸温泉いいですね。温泉に浸かりながらですね、結構ソーシャルディスタンス取れるんですよ。広い温泉なんで距離取ってんですよね、皆さんね。やっぱりどっから来たかわからんからということで警戒するんですよね。でポツン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 と入ってんですよね。それでまた結構大きな声出して喋って、お互い喋ってんですよね。でも椿は飛ぶ距離ではありません。もう遥かに遠くにで喋ってますんで、しかも静かなんですよね。車も通りません。で波の音も聞こえませんので、静かになってるんで、そこで話し声がして、水に、温泉に話し声が響いて聞こえるというパターンのところでいろいろ話をしてますね。まあどっから来たからっていう話で、何をやってるんだこの話はどうなってるんだとか、いろいろ好きなことを話してますね。で出たり入ったりしてますね。私と同じように10分入って10分出て、体冷やして10分入ってまた出るというパターンを繰り返して、そのうち、さよならって言って、行くということです。で、まあ湖の方には時々リュックサックを背負って、キャンプ場が向かいにあるんですよ。もうキャンプ場が閉鎖になってる時間なんですけども、まだ空いてるよということで、2、3人の方がテント張ってまして、その方がちょこちょこっと来てはぐるっと見て、じろじろ見ていって、それからじゃあ入るかって言って入る人もいるんですよね。
まあそのようなパターンのとこです。あまりにもこうもうすぐ動画が出てきてるんじゃないかと思うんですが、あまりにも天気が良くてですね、綺麗な朝だったんで朝方撮らせていただきました。この内容は次の日ですね、次の日の朝方の内容で、そちらの方の撮影はしておりませんでしたが、でまあこの撮影が終わってこの日はこのまま7日の日ですね、ずるっとぐるっとこう回っていくということになります。まあどこまで行けるか分かりませんけども、できるだけ走っていこうかなというふうに、思ってます。まあ、道の駅で一人でポツンと止まっている、まあ、いるのはいいんです。それで、まあ、編集していいんですけど、それからその道の駅に泊まるときは大体お風呂に入るんですよ。銭湯とか銭湯の温泉ですね、温泉見つけて入るんですけども、結局温泉入ってもみんな黙ってるんですよね。私も黙ってますけど、黙ってムッとして入って体を洗ってさっさと出ていくというパターンなんですが、ここの露天風呂来ると結構話すんですよ皆さんね。だからためになりますよね、この露天風呂はどうのこうのっていう話が聞けるんですよ。本当にありがたいですよね。こんなに皆さん喋るのかなと思うぐらい喋り始めますよね。まずこんにちは失礼しますから始まるんですよね。それからどっから来たんですかとか始まって、何やってるんですかが始まって、で結局話が弾んでしまって、長居をしてしまうということですが、これが普通の温泉だとちょっとそうはいけませんね。周りが音響くしうるさいし声がガンガン響き渡るんで、まあ、皆さん話さないんじゃないかと思うんですが、ここはなかなかいいところでした。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。